それからまず足元に行ってコントロールっていうこう意識をちょっとだけ外してあげて、まずしっかり突っ込んでいくと。で自分が一番勢いが出せるコースにまずは打つような感じでイメージをできてもいいのかなと思います。はい、よろしくお願いします。ネツンでございます。というわけで皆さん、ポーチボレーやっぱりね、たくさん使うと思うんですね。今日は、ポーチボレー総集編みたいな形でポーチボレーで気をつけるといいところ、これができれば結構ポーチボレー決まりますよというポイントねについて動画を作ってきましたので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が、全国トップレベルのジュニアから老若男女、一般のテニスプレイヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これやったらちょっと明日もテニスしてみようかなと、やっぱポーチ出まくろうと思ってもらえるような動画作り目指してますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。どうぞ。はい、じゃあ今日はフォアハンドの、ポーチボレーについてちょっとご紹介をねしていきたいと思います。まずよく聞かれる飛び出しのところですけど、まあ、この辺りは、戦術的なものもありますので、今日は動きの部分だけをご紹介したいと思いますけど、スプリットステップしっかりしてください。それから出る前に必ず少しポジションごと寄っとくっていうところをね、軽くおすすめしたいと思いますので、まあ、軽く寄ってスプリットステップ、そこから、飛びついていくんですけど、実際試合で使う時にはスプリットステップの着地をもうフォアのポーチボレーであれば左足で行って、そのまま右足をこう出していくという形をねおすすめします。両足同時に着地をしてどっちにでも反応できるようにするっていう感じだと、まあサイドケアもするし、右側も自分が取れる距離だけを取りましょうみたいな、まあ反面を守る時のスプリットステップ、ここはポーチボレーに行こうという感じでポーチボレーを決断したのであれば、まあ自然とね皆さんそうなるんですけど、もし苦手な方、ポーチボレーのリーチがまだ短いなとか、もっと伸ばしたいなという方は、意識的にスプリットステップの着地を左足にしてあげると、その着地した左足で地面を蹴って右側に移動していくことができますので、スムーズにね動き出せると思います。こういう感じですね。まず左足で着地をして飛び込んでいくという形をするだけでもね、だいぶリーチが広がってきます。はい、続いてラケットワークですけど、基本的におすすめなのは、特にまあ男性の方はあまりラケット振らなくてもしっかり前でブロックできますから、相手のボールが飛んできたらまず飛んでくるボールのコースを塞ぐようにラケットを出します。この時に後ろに引きすぎないようにしっかり前にセットして、前からさらに前に出していくようなラケットワークです。でイコール軸足をしっかり前に出して、ラケット面を前にセット、そのまま踏み込みで出していくと、前からさらに前の、ね、ラケットワークを作ることができます。はい、こういう感じをねイメージしましょう。ただやっぱりここで力がね、こう踏み込みの力とか手の力でやっぱ足らないっていう方は、右足はしっかり前に出して、まあ、ここで取るイメージの形の体の向きをしっかり作った状態で、まあ、ラケットだけ少し、後ろに引くという形をすると、インパクトポイントでしっかりボールとラケットが、ぶつかると思います。ここで、はい、ああいう感じで少し後ろに持っていっても体がね、前を向いていれば大丈夫です。良くないのはラケットを大きく引いて体ごとこうやって横向いてしまうと、しっかりとね力を前にぶつけることができないので、体はこの斜め前の、状態でしっかりとここで取るような形を作って、この状態で、テイクバックを少し取ってあげるといいと思います。はい、とテイクバックで少し大きく引いても打てますので、まあ、女性の方とかジュニアの方とかちょっと力がね、まだない方は、少し後ろに引いて飛び込んでいく形にするとしっかり抑えが効くと思います。はい、で続いてフットワークのところなんですけど、ポーチボレーっていうと、まあ、どうしてもこうね、こう走り抜けるというか、走っていって、ラリーを遮るみたいなね、イメージがあると思いますけど、どちらかというと、ジャンプ1、2ぐらいのリズムで行った方がしっかりと、ポーチボレーできるケースが多いです。ただまあこれは正解は特にないですけど、まあ、今日おすすめするのはそういう形ということで、ちょっとやってみます。まずジャンプ1、2でしっかりとね、取りに行きます。はい、こういう形ですね。まず、はい、こういう形ですね。まず相手からの信号で、あ、ポーチ出ようかなと思ったらスプリットステップの前に寄る、そこからスプリット12で取りに行く感じで、これでここまでしっかり線をまたぐ感じで出てこれますので、まずはそういう形をねイメージしましょう。ポーチ行こうかな、寄る、ジャンプ12の形ですね。はい、この形をおすすめします。ポーチ行こうかな、寄る、
ジャンプ1、2の形ですね。はい、この形をおすすめします。じゃあどういうのがあまりおすすめできないかっていうと、こう相手の打つところを見ておいて、とにかくこう走っていかなきゃいけないという気持ちが強くなって、足がこう細かくなってしまって取りに行く、こういう感じですね。でこう走り抜けていくみたいな感じ。もちろん悪くはなくて、あれでこう決まるケースも出てくるんですけど、やっぱりストロークの人のスピードが速くなってくると、なかなか今の細かいフットワークではこう抑えきれなくなってきます。まずボールが飛ぶそのラインですね、例えばこの辺りを通過するとすると、通過する後ろにまずね、いち早くこうラケット面を入れに行くイメージにしないと、なかなかボールに対して飛びつけないです。はい、その飛んでくるゾーンに対してこうやって走っていって塞ごうとすると、やっぱりボールは先に通過していってしまいますから、走り抜ける感じよりはもうジャンプ 1,2 ですね。ボレーはまあその場でボレーしてもジャンプ 1,2 です。ジャンプ 1,2 っていうのがボレーの基本の形なので、ポーチボレーも同じように軽く寄るジャンプ 1,2 の感じで取りに行ってあげると、すごくねスムーズに、意外とこっちの方がリーチが広がるケースが多いです。特にポイントになるのは1歩目の右足ですね、軸足の移動、ここが大きく出ると、あと2歩目はもうほっといても出ていくと思いますので、とにかくスプリットステップの後のこの右足が大きく出るように、はい、スプリットステップの後の右足小さくで、そのまま小さく小さくで走っていくやり方よりも、こちらの方がねおすすめです。続いて打つコースについてちょっとご説明したいと思いますけど、まあ、基本的には攻めるときにはこちらの相手の前衛側の方に打っていけばいいんですけど、まず綺麗なコースに打とうとしすぎてしまうと、ちょっと打つボレーがこう丁寧なボレーになってしまって、相手のこう前衛にこうせっかく打つのに触られてしまって、こうロブボレーを上げたりとか、普通にこうディフェンスされたりっていう形になりやすいですので、まず時間を奪うイメージで自分の打つところ斜め前にこうしっかり入っていくイメージをね作ればいいと思います。まずは行く、はい、まずはこうしっかり行ってあげることをね心がけましょう。はい、で行き過ぎて近いなと思ったら、今みたいに左側に打っても OK だと思います。まずはしっかりと斜め前に入ってボールに近づいて、強いやつでボールとラケットができるだけ当たる形っていうのをね作っていけるといいと思います。どうしてもポーチボレーでこっちに打たなきゃいけないというイメージがあると、少し踏み込みが甘くなって、こう丁寧に打つようなね感じになります。で今のもちょっとボールが近かったので、じゃあ丁寧に打った時に詰まってしまって、緩いボール相手に取られるということになりますので、もうまずはねこう入っていきましょう。まずはしっかりと打つところに入っていくと、で近かったら今みたいに左側に打ってもいいですし、そのままタイミングがしっかり合えば相手の前衛の方にね打っていってもねいいと思います。で同時にこれは次のね、テーマにつながっていくんですけど、じゃあ相手の足元を狙いなさいってよく言われるんですけど、これも、全く先ほどと同じで、じゃあ足元に打たなきゃいけない、まあそれは、決まりやすいっていうのと、まあ当然マナーの面もあって、まあ、顔の方にいたら危ないですから足元に打たなきゃいけないっていうのはあるんですけど、そこを、ね、しっかりこう狙おうとしすぎて、こう打ち方がね丁寧になってしまう、はい、よくあります。はい、それで相手にこうボールを取られることになってしまったりとか、自分で強いボールを打つ、それから相手から時間を奪って早いタイミングで打つっていう選択肢よりも前に、こっちのコースにコントロールしなきゃいけないっていう制限をね頭の中でかけてしまうと、どうしてもボールがちょっとゆっくりになって、ちょっと丁寧な打ち方になってしまうので、まずしっかり飛び込むと。で当然相手の足元はマナーもありますので狙っていかなきゃいけないんですけど、その中でもしっかりと相手をこう通り越していくというか、相手の横をボールがこう通過していくイメージをね持てる方がいいと思います。しっかり飛び込んで相手の足元のところをこうボールがこう通過していくようなイメージを持ってあげる、はい、通過していくようなイメージを持ってあげないと、足元っていうイメージがあると、どうしても足元まで飛べばいいっていうようなボレーをねこう無意識にしてしまうと、今度は相手のディフェンスに合ってしまいます。はい、ですからまずしっかり前に突っ込んでいって、相手の足元当然狙っていったり、足元の横のスペースですねこう狙っていくんですけど、そこをしっかりと通過していくような、ボールをイメージできるといいと思います。はい、ですからそれらをこう整理すると、まあ、ボレーっていうのは基本的に上向きの面でこうねこう丁寧にやります。上向きの面でこう丁寧にやっていくショットなんですけど、
ポーチボレーに関してはまずしっかりと前に自分が入ってこうネットが近い位置にあるっていうのが一つと、できるだけこれはもうコース関係なく来たところで強いやつでボールとラケットをこうぶつけていきたいですから、あんまりこういうイメージを強く持ちすぎずにしっかりと抑えていくイメージね、持てるといいと思います。まあ、ここまで振ってしまうと良くないんですけど、グリップの方から引っ張ってラケットヘッドがしっかり出てくる形で、それからまあ被せちゃいけないってよく言われますけど、少しぐらいね最後こう被ってもネットを越せる感覚があれば十分打てるようになります。以前の動画でもちょっと言いましたけど、その感覚が欲しければネットの真上でインパクトゾーンを作ってこう練習するとねいいと思います。この辺りにちょっと出してもらって、ネットのちょうど真上でボールを打ちます。はい、この辺りでこうボールを打つイメージ練習を、はい、してあげると、はい、適度にこう、ね、下にこう、ラケットをかぶせるイメージがつきます。当然この練習で、こうやってしまうと、ね、良くないですので、面はこう残すようなイメージで、やってください。今のイメージ、ネット上でボレーをするイメージを作っておいて、はい、自分はしっかり前に入っていって、ボレーをしていくと、ね、こう強いやつが生み出されます。はい、それを相手の前衛の方に持っていくのか、まあ、オープンコートに持っていくのか、まあ、大体右側にね、どこかに強いボール打っとけば、それなりに次も自分のこう有利なように、展開をねしていくと思いますので、置きに行くボレーよりはそういう形でしっかり踏み込んで強いボールが出るようにするといいと思います。で、最後にそういう、ボールのパンチ力を上げるもうワンポイントですけど、一番最初にねスプリットステップで、左足着地でこう出ていきましょうって言いましたけど、最後ボールと、ラケットが当たる瞬間にやっぱり左足をねしっかりこう踏み込んでいくことになると思うんですけど、左足のこう踏み込むタイミングね、まあ、ざっくりこう3パターンあって、まずは左足の踏み込みがちょっと早い、早くてしっかり押さえていく、それから同時ですね、当たるのと同時、それから当たった後、はい、当たった後と、この3パターンあるんですけど、まあ、リーチをしっかり広げて体重移動もしっかりやってボールに力を乗せたければ、インパクトの後にこう着地が来るような感じにするとより遠くに広がるし、体重移動もね素早くいくことができます。まあ、同時でも悪くはないんですけど、まあ、どこかでこう止まらなきゃいけないとかね、ここのこうブレーキングが働くので遠くにこう体が伸びていく動作ができなかったり、最後同時にしようとすることでこう下向きへの力がねこう強く働いて、この前の力が働かなくなりますので、まあいう感じでこう着地がね後にしていくと、どんどんこうリーチが広がるイメージが出ていくと思います。以上のような感じでこう、まあ、出だしのところですね、スプリットステップの着地を左足にしっかりするところから始まって、まずはこう前に前にっていう意識をねしっかり持てるといいと思います。まあ、テイクバックのところコンパクトか後ろに引くっていうところの、その最初コンパクトなところに合わせてから引くなら引くっていうところもすごく大事になるんですけど、とにかくボールとラケット当たるインパクトのところに、まあ、自分がしっかり斜め前に入っていくと、はい、でそれをブレーキをかけるのは狙うところ足元にしっかり持っていかなきゃいけないよっていうと、ちょっとブレーキがそこで、メンタル的に、ね、かかってしまうのと、踏み込み足とインパクトの着地はあまりにも同時っていうのをね、まあ、同時大事なんですけど意識しすぎるとまたそこで、ブレーキがかかってしまいますので、特に競技系でポーチボレーをしっかり決めたいと思っている方はとにかく、きっちりと、前に入っていく、そのためには踏み込み足がインパクトよりも後に着地する方がいいですよ。それからまず足元に行ってコントロールっていう、こう意識をちょっとだけ外してあげて、まずしっかり突っ込んでいくと、で自分が一番勢いが出せるコースにまずは打つような感じでイメージをできてもいいのかなと思います。まあ、それがねストロークの人の正面に行っちゃうとオープンコート入れられてしまうので、まあ、当然少しこう散らすことは大事になってくるんですけど、相手の足元に置きに行くイメージであれば、斜め前にこうしっかり入っていってこう時間を奪っていく、相手からちょっと怖いなってこう思わせるような動きが入ってくるとポーチボレーね決まりやすくなってくると思いますので、頑張ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。まあね、ある程度この出方の部分をしっかりこう覚えていただいて、あとはもう数を、しっかりこなしていく、やっぱある程度ねこうサイドを抜かれながら、チャレンジしながら覚えていかないと身につかないショットでもありますので、基本の部分をしっかり頭に叩き込んで、あとはどんどんこう行動する、抜かれても出るという感じで頑張ってみてください。